はい、どうも、Dサウンドでございます。今回はね、手紙という映画のレビューを読んでいこうかなと思っております。はい、皆さんこちら見たことありますでしょうか？手紙。東野圭吾さんが書かれた小説が原作になってるんですけれども、2006年に劇場公開されました。で、僕、邦画の中でこの作品が一番好きな作品になります。で、ちょっと前におすすめの映画みたいな動画を上げさせてもらったんですけども、そこでも一番にさせてもらったぐらい好きな映画になるんですね。で、主な登場人物としては、山田孝之さん、玉山哲司さん、沢尻エリカさん、まあ、この3人が主要な人物として物語は進んでいきます。でもっと他にもたくさん出るんですけども、まあ、この3人が軸かなっていうところでございます。で、ざっくりとした内容になるんですけれども、まあ、一言で言うと加害者家族の運命みたいなところだと思います。はい、山田孝之さんと、玉山哲司さんが兄弟なんですね。で、玉山哲司さんが兄貴で家庭を支えてるんですけども、ちょっと体を悪くしてしまって、で、なんとかして金を作ろうと思って、他人の家に強盗に入って、そこで、人を殺めてしまうんです。で、刑務所に行く、で、犯罪者になるっていうところなんですけれども、山田孝之さんは、まあ、犯罪者の弟になるわけですよね。で、その犯罪者の弟がその後の運命でいろんなものにこう翻弄されていくというような感じでございます。はい、で、むちゃくちゃ泣けるんですよね。ラスト5分ぐらい、3分ぐらい、まあ、1コマあるんですけども、そこがね、なんか涙なしでは見れないかなっていう感じでございます。小田和正さんが最後ラスト流れるんですけれども、そこの最後のシーンとめちゃくちゃ合うんですよ。で、もちろんその前の積み重ねもすげえあって最後のラストなんですけれども、いやいや、そこも熱く語っていきたいかなと思っております。はい、では早速レビュー読みながらそこら辺も語っていければなと思います。はい、で、レビュー読もうと思うんですけども、今フィルマークスのサイト見てますが、5点満点中 3.7 なんですよね。むちゃくちゃ低いんですよ。めちゃくちゃ納得できないっていう感じなんですよね。もっと高くていいんですよね。これ5点満点中5点あってもいいと思っている作品でございます。なんで 3.7 なんだか全然いまいち理解ができないですよね。なので、まあ、ちょっと読んでいく中で点数が低いものに対してはすごい反論していこうかなと思っております。で、高くつけた人に関してはすごい賛同していこうかなと思います。はい、では読んでいきます。4.0、会社の人に紹介してもらった、その人もこんな過去があったんだろうか、沢尻エリカも、闇だらけでこの映画に紐づいていたのか、考えさせられる映画でした。ちょっと何言ってるかわかんないんですけども、ここは考えさせられる映画でしたっていうのはまさしくその通りだなと思います。まあ、こんなにも犯罪者の家族ってことでいろんなことがあるんだなって、こういうところにも紐づいてくるんだなっていうふうなところを感じさせられる映画でございましたね。3.8、ストーリーの構成すごいし泣ける。ただ泣けるだけじゃなくて心に来るものがある。自分の信念を問いたくなるような作品でございます。はい。すごくいいこと書いてあるんだけど、3.8なんですね。もうちょっと上げていただいて結構なんですけども。やっぱり構成はとても素晴らしいですよね。テンポがいいっていうか、まあテンポがいいからすげえいいのかっていうものではないと思うんですけども、飽きることなく、順序よくちゃんと見せてくれるし、きっちり言いたいところはきっちり間を取ってやってくれるし、で、最後はめちゃくちゃ泣かせてくれるしみたいなところなんですよね。余すところなくっていう感じがぴったりの言葉じゃないかなと思います。はい、4.0、殺人を犯した兄と兄に書く手紙に弟、これちょっと難しいな。はい、ちょっとやめます。3.7、家族とはを考えさせられた、直の子供のママ友達、そんなに露骨に避けるかなと思ったけど、実際に自分が親の立場だとどうなるんだろうと考えさせられた、沢尻エリカのイメージと役どころが乖離があったっていうところですね。最初の、まあ、これ全体的なことをこの人言ってるんですけども、家族とはを考えさせられたっていうところからなんですけども、やっぱり刑務所に行って、弟がその要は
犯罪者の兄貴のせいでいろいろ苦しめられて、やっぱ恨むんですよね。兄貴のせいでなんで俺はこの苦しまなきゃいけないんだみたいなところがあって、でも兄貴は弟にすまなかったって手紙を書き続けるわけですよ。で、ひそかにこれちょっとネタバレになりますけど、兄貴は被害者家族にも謝罪の言葉だと思うんですけども、手紙を書き続けるんですよね。で、ある時その山田孝之弟は兄貴に対してある決断をするんですよ。手紙をずっともらってたんですけども、それがねすげえ辛い選択をするんだなって、でもやっぱりそうすることが一番の正解なのかもしれないなっていう選択をするんですよね。そこがねやっぱり心苦しくなるし、あ、やっぱりそうだなと思う、ところでございます。で、この後に書いてある直の子供のママ友達そんなに露骨に避けるかなっていうところなんですけども、やっぱりさっき言ったように、あ、こんなところまで犯罪者っていうところが紐づいてくるのかみたいなことを言ったと思うんですけれども、最後の最後までどんなに言ってもその弟は犯罪者の弟であり、世間からは避けられる存在なんだっていうのを感じさせられる部分、場面があるんですよね。それがすごく露骨に出るシーンがあるんですよ。こんなところまでみたいなところがあるんですよ。で、それは、まぁ、ちょっとネタバレになりますけれども、沢尻エリカさんと山田孝之さんは結婚するんですよね。で、その子供が生まれて、生活していくんですけども、やっぱり、その家族、兄貴の犯罪が、足を引っ張るっていうところなんですよね。それがすごい辛いなっていうところでございます。はい。まぁ、それもね、ぜひ見ていただいて感じていただければなと思いますね。3.3、とても良い内容なんだけど、なんだか釈然としないところもある。例えば物に当たるとか、小田和正が泣かせに来るところとか、エリカ様は関西弁である必要があったのかとか、っていうところですね。小田和正が泣かせに来るところとかっていうのは、やっぱりまあ、しょうがないかなっていう感じはしますね。でもあの曲でじゃなきゃやっぱりあのシーンは成立しないんじゃないかなって思わせるようなシーンではありましたね。はい。むちゃくちゃ泣かせにかかってくるんですよ。まあ、これ書いてありますけど。うん。でもあれしかないって思うんです。で、ちょっとネタバレになっちゃうんですけども、弟の山田孝之さんはこう、漫才師、お笑いを目指しているんですよ。で、ある時、その兄貴のいるところに慰問に行くんですよね。で、兄貴の前で漫才を披露するんですけれども、そこで兄貴が弟に対して、こう、ずっとこう、ある行動を取るんですよ。それがね、すっげえ泣けるし、ああ、まあでもそうなるよねっていうところで、小田和正さんの曲が流れるわけですよ。これがね、マジで泣けるんです。はい。やつ、きついっていう感じですよね。あ、でも、兄貴の気持ちは十分わかるっていう感じでもあるんですけども、それを見る弟もめっちゃ辛そうな顔するんですよ。痛いなっていうところでございます。ぜひそこはね、確認も自分の、ご自分の目で見て確認していただきたいなっていうところですよね。4.1、一方通行だけれど、断絶を飛び越えて届く思いがある。手紙にはその力がそう強く感じる作品でした。ということですね。手紙、だからさっき言ったように、兄貴はずっと出し続けて、で、被害者にも出し続けて、で、ある時、その、要は、弟さっき言ったで言いましたけれども、ある決断をするんですよ。その時に一通の手紙を兄貴に書くんですよね。そこの内容がまた、これはもう本当に言えないんですけれども、そこがまた、なんつうだろうな、許すっていう意味でもそういう内容になるだろうし、やっぱりでもそうしないと生きていけないだろうなっていう風な内容のことを、弟は兄貴について書くんですよね。それがね、身につまされるというか、いい作品だなと思います。いい作品って言い方おかしいですけど、本当にいい作品っていう感じはします。はい。5点。あ、いいですね、この人。最高でございます。邦画史上一番感動します。
最後のあのシーンでボロ泣き、小田和正も良きってことは、邦画史上一番泣ける、あ、一番じゃないですよ。おすすめ一番面白いのはこの作品なんですけれども、まあ一番はまあちょっと他にあるんで、まあそれはまた、改めて後日ご紹介させてもらうんですけども、この人は、邦画史上一番泣けると、感動するっていうところ、ボロ泣きなんですよ。もう本当にボロ泣きにします。で、これ見ていただいた方も、絶対自分史上、映画史上の中で5本の指に入るぐらい泣ける映画、5本の指に多分入るぐらい泣ける映画になるんじゃないかなと思います。はい。では次。2.4、山田に明るくけなげに言い寄る食堂アルバイト、沢尻エイカにはそっけなく、人殺しの兄がいると追っ払ったのに、決して純粋な恋愛感情のみでない、あ、これちょっとすっげえ超長いな、やめよう。2.0 ですごい反論したいんですけど、めちゃくちゃ長いんでやめます。3.5、罪をどこまで罪と認識するか、この場合弟が周りから受ける差別を含めて罪なんだ、差別は当然、差別がないところを探しに行くのではなく、ここで生きていかなければならないというところですね。ちょっと難しいことを言ってますけれども、この人が言ってることは本編ですごく出てくるところなんですよね。差別を含めて罪っていうところがあって、山田孝之さんがある、まあ、仕事をしているところで、そこの仕事の会長が来るんですよね。で、その会長が山田孝之さんに語りかけるシーンがあるんですよ。ここもね、すごくね、犯罪に対して、で、加害者家族っていうものはこういうものなんだっていうところをしっかり教えてくれるシーンなんですよ。ここもね、とってもいいシーンなんですよね。何気なく二人でボソボソと喋っていくシーンなんですけれども、全然、早送りしたいとも思わないし、あ、もうちょっと話をじっくり聞きたいっていう風なスタンスでお芝居してくれるので、とってもいいなと思います。はい。4.4、昔の記憶だが、映画館で初めて人目をはばからず涙が出た映画、兄の手を合わせるのが、姿が、ああ、ちょっとネタバレしちゃいましたね。ごめんなさい。じゃあ言っちゃいますけど、兄の手を合わせる姿が切ないって出てくるんですけども、最後、山田孝之さん、そのね、漫才をしに行くんですけれども、慰問で。で、漫才してる最中に、兄貴が、その、弟の漫才してる姿を見ながら、手を合わせて見てるんですよ。で、ごめんなさい、ごめんなさいっていう感じで、弟を見てるんですね。うん。で、弟はその姿を見つけて、一瞬黙っちゃうんですよ。で、小田和正みたいな感じで流れてくるんですよ。もうこれはね、やばいって思いましたね。これいくつぐらいの時見たか忘れちゃいましたけど、もう、おえつですよね。まあ、さっき、人目をはばからずって書いてありましたけど、本当にその通りで、もう周りなんかどうでもいいですよね。もう泣かせてくれって思いましたね。だから、それまでの積み重ねがやっぱりちゃんとしてるので、グッとくるって感じですよね。次。4.2、原作を読んでも感動、映画を見ても感動、人間の心を描き方が上手。あ、これね、すごくいいこと言ってますよね。映画を読んでも感動、原作を読んでも感動、映画を見ても感動っていうところなんですけども、本当に僕原作も読んでるんですけども、全然、見劣りしないぐらい、映画は映画として素晴らしいし、原作は原作で素晴らしいんですよ。ただ原作の方は、弟の山田孝之さんのがお笑い芸人、映画はね、お笑い芸人目指してるんですけど、原作はミュージシャンを目指してるんですよ。なので、そこの違いがあるんですけども、なんか全然、遜色ない。よく、まあ、映画になると原作ファンの人は、なんか映画にしてほしくない、映画は全然物足りなかった、みたいなことを言う人はたまにいるんですけれども、全くそんなことなくて、映画は映画っていう感じですごくいい、まとまった映画だなと思いました。原作は原作で素晴らしいんですけどね。その点でもね、すごい珍しい映画だなって思います。はい。4点。日本映画で一番泣けた気が、みんなそれぞれの思いが伝わってくる。原作読んでいなかったのが吉。あ、でもね、原作読んでても全然大丈夫です。もう別物って思っていただければいいかなと思いますね。4.0、すごい泣かされた映画、何度見ても山田さんと玉山さんには泣かされる。うん。素晴らしい。何度見てもいいと思います。
3.5 重たいな、一生レッテルを貼られて生きていくって考えると本当に罪の重さって拭えないんだなって思った、うん、一生レッテルを貼られて生きていくんだなっていうところでございます。あの先ほどね、さっきもずっと言いましたけども、あのここまでひあのは何犯罪を引っ張られちゃうんだっていうところをちゃんと描いてくれるので残酷ですけども、だからそれを乗り越え方っていうのもちゃんとあの描いている作品になると思います。はい、3.9 東野圭吾の原作だから単純に加害者家族の弾圧では終わらないはず、その名の通り兄が犯した罪のはずが弟の人生にことごとく関わってくる、まさしくその通り、ずっと全部紐づいていくんですよね。4.5 主人公に対してかわいそうという一部分だけ切り取らずに、罪の余波とでも言うのかな、罪とは背負わすものでもある、と教えてくれる物語、原作の小説も読んでみよう。この人とってもすごくいいこと言うなと思いましたね。この罪とは背負わすものでもあるっていうところなんですけども、あのやっぱりなんだろう、背負わなきゃいけないものでもあるし、背負わすものなんだなと思いました。やっぱそれぐらいね、あの罪を感じなきゃいけないことだし、償っていかなきゃいけないものなんだなと思いましたね。3.0 見ていて辛いのは本当の悪人が出てこないから、金持ちの彼女のお父さんの言ってることは正論だし、電気屋の会長もいいこと言ってる、本当の意味で反省できていなかったお兄さんも最後に自分のやったことを理解できた、社宅でのいじめは続くだろうから、逃げて名前を変えて暮らすのが一番だと思うけどって、なんかすごくいいことを書いてくれてんだけど3点っていうところですね。なんで3点なんだ、もうちょっと上げてもいいだろう。3.5、弟のために頑張った兄が、結果弟を苦しめてしまう、原作に劣らない作品、後悔しても後悔しきれない、それでも生きていくということですね。まあすごくいいこと言ってます。原作には劣っておりません。あの映画は映画でとても素敵な内容になってます。弟のために頑張った兄が結果弟を苦しめてしまう、だから兄貴は本当に犯罪やってしまったこと、違う方を殺めてしまったことはすごくいけないことですけれども、なんとかしたい、この生活苦からのあの脱却したいとか、弟を大学いいちゃんとね勉強させてやりたいとかっていう必死の思いで、すがって強盗に入っただけだったらまだ良かったのかもしれないけど、人を殺めてしまったっていうところはものすごい、もう絶対許されることではないんですけども、そのぐらい必死だった、弟のためにって思ってやったことが結果弟をもう一生苦しめることになる、やっぱりどんなことがあっても犯罪には手を染めてはいけないんだなっていうところを、まあ改めてね再認識させられるかなと思います、こういった文章を読んでると。次、涙が止まらなかった、点数なし、涙が止まらなかった、加害者家族でも被害者家族でもないけど、誰もがみんなそれぞれ人生に幸せな時も先が見えない苦しさに、悩む時もあって、でもそんな時も全部受け止めて過ごしてるってことですね。あのね、やっぱりその被害者家族っていうのは兄、そのやっぱり加害者、一番恨むべきは兄貴のところでなんだと思うんですけど、やっぱりその弟にもやっぱり少し、怒りを向けてしまうところがあるの、あなたは関係ないからっては、まあ、簡単には言えないですよね。で、この映画であるシーンがあって、その弟の山田孝之さんが被害者家族に会いに行くシーンがあるんですよ、ちょっとした理由で。その時に、まあね、そこの役者さんもすごく上手で見応えあるんですけども、その対峙した時にすごく辛いなと思って、どっちも辛いだろうなと思うシーンなんですよ。もうそこもね必見でございますよ。演技もとても素晴らしいかなと思いました。はい、4.0 ラスト死ぬほど泣いた、9年付き合ってた、彼氏が唯一泣いた映画、山田孝之と玉山哲司の演技が素晴らしい。ああそうです、もうラスト死ぬほど泣くんです。はい、ぜひ泣いてください。3.9 ラスト5分がすべ、さっき俺が言いましたね、これね。ラスト5分がすべての映画、浅田尻エリカの役柄は人の境界線に踏み込みすぎて共感できないし、古い映画なのでセリフも陳腐。
差別もありえないくらいあからさまで、ちょっと笑っちゃったくらい、おお、なんかすげえいいこと書くのか、すげえ悪いこと書いてるのか分かんないな。 3.9 なんですよ。もっと上げていいかなと思います。ラスト5分が全ての映画って言ってますけど、本当にまさしく全てがラスト5分、まあ、3分ぐらいが全ての映画かなと思います。もちろんその積み重ねがあって、こう最後ラスト5分ドーンみたいな感じなんですけども、すごくこう着実に登って、感情が追っついていくっていう素晴らしい映画だなと思いますね。沢尻エリカの役柄はなんか共感的で、古い映画のセリフも陳腐、全然そんなことないかなと、まあそういうふうに思っている人もいるだろうなっていうところでございます。はい、ラスト5分、うん、素晴らしい。ラスト5分が本当に素晴らしいですね。小説の方が 1.9、 小説の方が良かった。それは漫才をやるシーンが想像で済むから、実写だと面白くない上に漫才の真似事にしか見えないから出たよ。もうこういうの嫌なんですよね。 1.9 で漫才、小説の方が良かった、小説の方が良かったっていう、なんか悲しくなりますよね。こういうのはもう原作があるものは全部楽しめない人なんだろうなと思いますね。かわいそうな人だと思います。で、漫才をやるシーンが想像で済むからっていうふうにみんな書いてありますけれども、漫才のシーン別にやってもいいよなって全然思うし、で、なんか漫才の真似事とか面白くないって書いてありますけど、全然面白かったと思いますけどね。うん、すっげえ爆笑はできないですけれども、でもそこが大切なんじゃなくて、で、漫才で必死に頑張ってやってるっていうところを、映画では見せていきたいと思う、見せたいところなんですよね。本当にそんな面白さ求めるんだったら、じゃあ M1 とか見てるよとかって思っちゃいますけどね。こういう人は悲しい人だなと思います。はい、4.8、ワンワン泣いた。ただ沢尻エリカの入ってくそうな関西弁がふと冷める。これがマイナス 0.2 なんですかね。沢尻エリカの下手くそな関西弁って別にどうでもいいんですよね、それはね、本当に。4.8 なんであまり悪く言いたくないんですけども、関西弁ところにこだわるところなんか全然必要ないなっていうところですね。うん、次、2点。人選が合っていない印象。音楽じゃなくてお笑いにしたのも原作へのリスペクト感も感じない。小説の方が何倍も面白い。また出たんよ、この人。小説がすごいっていう人。なんなんだ、小説がすごくなかったら映画にはならねえだろうと思うんですけどね。小説がすごいから映画になって、でもだけど、同じ内容にはしたくないっていう人もいるだろうから、別物を、本当に別物として作ってるから、ミュージシャンじゃなくてお笑いの方にしたのかもしれない。まあそれはね、映画作ってる時にいろんな事情があるのかもしれないですけども、やっぱこの映画に関しては、小説と見劣り本当にしない作品になってるかなと思っております。はい。で、人選が合っていないの、でも全然人選合ってると思いますけど、誰が間違ってんだろう。全部いいから。だからたまに玉山哲司さんと玉山隆之さんが、まあ、イケメンなんですけど、イケメン兄弟でこうでね、なんかこう犯罪を犯すなんかありえないみたいな感じで言う人たまにいましたけど、うるせえって思っちゃいますよね。だから別に映画だろこれはって思っちゃうんで、はい、まあいいや、ちょっと文句言ったら止まらなくなっちゃうんでちょっとやめときます。 3.7、 許すとは血のつながりこそ全て、ただ一人血を分け合った兄弟。ああ、そうですね。だから許すっていうのが、手紙を最後、これはネタバレ絶対言わないですけども、兄、弟が兄貴にある手紙を送るわけですよね。うん、それがね、許すっていうのことなのかなっていう感じはしますけど、どうなんでしょうか。なんかいろんなことを考えさせられちゃいますね、許すっていうのが。3.1、犯罪者の家族になったことを想像してメンタルやられました。あと沢尻エリカはこの頃の方がいいですまあそうですね、この頃の方が一生懸命お芝居やられてましたよね、沢尻さんね。はい、まあ犯罪者の家族を想像してメンタルやられたって、まあメンタルはどこまで想像、まあ想像力の問題だとは思うんですけれども、まあ辛いですよね。だからそれが最後のシーンになっていくんだと思います。最後にしましょうか。
3.7、最初のめっちゃ重かったけど後半そう来るかと思った、許すことって難しいですよねっていうことですね。はい、まあこの人が最後締めくくったと思うんですけども、許すとはみたいなところでしょうかね。あと受け入れることとはっていうことだと思います。この映画のテーマは最初なんかまあ加害者家族の運命みたいなことを言っちゃったんですけども、最終的にはやっぱり許すとか受け入れるっていうのはどういうことなのかっていうことだと思います。はい、じゃあ、ぜひぜひおすすめですので見てみてください。はい、じゃあこの辺で終わりたいかなと思います。はい、それじゃあ